はい、今日は落ち葉の冠を作りたいと思います。用意するものはこれ。これはなんか山のそこら辺で拾ったつると葉っぱとマスキングテープ。私はマスキングでも今日ピンクしかないからピンクで、これを一回葉っぱを集めて貼っていきたいと思います。ちょっとこれをね、こう何枚か、もうちょっと待って、これでだいたい3枚。この冠の大きさによるんだけど、どうしよう、どうする、エビさん今日大きさ。でも大きくいくか。うん、大きくいく。なんか結構あるからね。結構あるから4枚。あ、その時のボリューム2でこうやってただ貼っていくだけで、こっちくるくるっと。本当はね、麻紐とかで編むと見えていいかもしれないけど、私は時短で、時短でいきます。こう重ねて、大体絶対なんだろう、私が好きなのは同じ色の、毎年同じだよね、うちらはね、同じ木の葉っぱで作って。どんぐりの葉っぱが可愛かったよね。これはこれで何の葉っぱだろうね、これね。何の葉っぱでしょう。これも傘と同様に落ちたての葉っぱが可愛いかな。あ、なんか殺風景1年ぶりですからね。春作ったっけ、今年。なんか作ったね、花。なんか作ったね。なんか作った。あ、これで貼ってこうやって一周で大丈夫かな。こういう感じでずっとこうやって編んでいくとこうなります。はい、今このぐらいできてます。ちょっと綺麗じゃないこれ。今までにない。冠になってます。何の葉っぱ、何でしょう。でもこのテーピングは一番早いかも。この何だろうね、飾るとかビーズとかだったら麻ひもとかの方がいいかもしれない。完全に撮影用だと結局なんか増えてるよ、どんどん入れ込む枚数見ながら。毎年毎年こうやって作ってるんです、私。ボリュームあった方が多い。そうだよね、うん、これない、ある、ある。誰だよね、春はでかくなっちゃうよね、うん、食べれる草かってやつだよねあれ、それ YouTube 撮んなかったっけ。あ、撮った。探すね果たしてこの冠は何だっけ、あれ、ヤブカンゾウ。ヤブカンゾウ、ヤブカンゾウ取ります。やってね、終わったって終わり。食べます。卵を閉じ、卵を閉じ。キノコ冠とかできるじゃん。こないだのさ、ムキタケ、あれ全部取ったらさ、冠できてるね向きだけかも、食べれるか。お、いい感じに暗くなってきたんじゃないか。私たち最近ね、秋は曇りが好きだから太陽光がいらないんですよ。さっきすごいね、飛んでたんだよね、うん、いい感じに曇ってきた。でも蔵王の場合さ、曇りすぎると行きすぎるからね。このホワイトアウト、ホワイトアウト、やりすぎ。うん、もうちょっとで終わるかな。あとは完成したらお見せいたします。もうちょっとで最後、これが最後かな。最後はなんかね、最後ちょっと難しいかも。後ろをめくって入れてあげて、かぶらないといけないか、ここがほら。あ、でもこれ大丈夫じゃない。もう一発いくか、ここちょっと気になるから。
テープが。でもな、難しいな、もう一発。少なめで。不器用みたいになりそう。テープ。これでいいんじゃないかな。これで、あ、引っかかっちゃった、後ろの。後ろの。これで、完成でございます。ほら、かわいいんじゃない？これどう？かぶるって言ってもさ、今ポニーテールだからどう？なんか変？いい、すごい。これで撮影に今から行きたいと思います。バイバイ。